はい、こんにちは、つっちーです。今日はこちらの前期型の F56 に、人気の商品合気エンブレムの取り付けをやっていきたいと思います。まあ、取り付けっていうか交換ですね。それでは早速作業を進めていきたいと思います。はい、それじゃあ早速作業を進めていきたいと思います。でちょっと江藤君に撮ってもらおうと思ったんですけど、手が離せないみたいなんで自撮りでいきたいと思います。でまず準備としては、エンブレム周辺をきれいにしておきます。まあ、砂とかホコリとか、詰まってたりするんで、まあ、そのままだと取り外すときに傷になっちゃいますんで、必ずきれいにしてから作業をお勧めします。で、まあ、きれいにしたら、その周りを傷つかないようにまずマスキングをしていきます。はい、マスキングができたら、続けて外していきます。で、外すのに使うのが釣り糸ですね。釣り用語で言うとハリスって言うんですかね。で、これをエンブレムとこのボディの間を通して、まあ、両面テープを剥がしていきます。はい、で今エンブレムが外れました。で、これ両面テープなんで、あとはこれを取り外してきれいにしていきます。で、まあ、温めたりすると両面テープ柔らかくなるんで外れやすくなると思います。はい、で今温めて、両面テープ大体取れたんで、あとは細かい、両面テープのこの糊を、この糊を溶かす溶剤で最後しっかり取っていきます。はい、で今一応両面テープと残った糊が取れました。で、貼り替えであればこのまま貼り替えてもいいんですけれども、今回後期エンブレムで形がちょっと変わってくるのと、まあ、あとはこの辺ですね、まあ、汚れだったりだとか、あとワックス使う方なんかだとワックスがこう詰まってたりするんで、まあ、しっかりその辺もコンパウンドで落としてきれいにしていきたいと思います。はい、こんな感じで、きれいに、エンブレムが剥がれました。で、今度新しいこの後期のエンブレムを貼っていきます。で、後期だとこの、まあ、隙間の部分で下地が見えちゃうんで、まあ、できるだけ下処理は、丁寧にやった方がベストですね。で、貼り付けは、この穴ありますんで、まあ、合わせてもらえば、まあ、位置がずれたりしないで貼れるようになってます。ただ若干遊びがあるんで、まあ、しっかりど真ん中に来るように貼った方がいいと思います。はい、で今全部作業が終わりました。こんな感じです。やっぱり後期のエンブレムだと車が新しく見えますね。いいんじゃないでしょうか。で、今回は後期エンブレムへの交換作業の様子をご紹介させていただいたんですけれども、まあ、他の車種でも基本的に同じ手順での作業が可能です。で、エンブレムは各種、ご用意可能ですんで、ぜひお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。